はい、皆様お疲れ様でございます。さて、前回3本開けようと思ってたんですけど、意外と量が多くて瓶を減らすことができませんでした。ということで続きにはなるんですけど、まあちょうどいいやと思って、ちょうど少ない日課リッチブレンドとディープブレンド、この2本を作って飲み比べてみたいと思います。はい、では作っていきましょう。私の感じではディープブレンドのがヒート感が強かったかなっていう感じなんですけど、よし、まずはクリア、量は30ミリ。おお、微妙。はい、混ざってはいけないので、ちょうど裏側が満パンで30ミリかな。20ミリと10ミリですね。よし、これで30ミリずつ入りました。こっちがクリアな。こっちがクリアです。で、こっちがリープです。こうだ。こうですね。はい。よし。よっしゃ。ちょっと氷が少なかったので、結構炭酸が入ります。この辺の量かな。一緒ですね。よし。こっちが、クリア。こっちがディープ。色はもうほぼ一緒です。ほぼ一緒ですね。はい、じゃあクリアの方を飲んでいこうと思います。あー、やっぱうまいみか。あ、すいません、お水を一杯いただきませんか。氷いらない、水だけでいいです。うん、ちょっとしっかり覚えよう。で、ディープいきます。いただきます。乾杯。余韻は、やっぱディープですね。
クリアとディープ、もうあのまさしくあのネーミングの通りの味です。こっちはクリアというだけあって爽快感があって、ピード感というかは煙たさは、まあ、多少あるにはあるんですけど、そこまで目立たないんですけど、こっちもあのキリッとこう爽やか系なんですけど、よりクリアよりやっぱりディープな味、スモーキーな味がすごい匂います。あー、どっちが好きやろう。もうこれはもう好みだけの問題ですね。割とスモーキーな、若干でもこう香りが、香りというかスモーキーな好きな方はもう完全にディープだと思いますね。で、私の個人的な感想は、まあこれから夏場に向かっていって、もうごくごくごくっとこう水のように飲めるクリアの方がいいのかなと思います。個人的な、まああくまで見解ですけれども、まあ体調とかにもよるのかなとも思うぐらいの、差というか、まあでもはっきりとしてます。あのこっちの方が、ディープの方がやっぱりディープです。はい、以上飲み比べでした。よく分かんなかったけどって言われそうですが、はい、では今日はもう今日はというか今日もローストビビビビビビーフに、このローストビーフのタレ、おお、入れるからホースラディッシュですね。ホースラディッシュ、これがうまいっす。よし、ではいただこうと思います。そうですね、お肉なんでどうでしょう。いただきます。やっぱりうまい。どちらにしようかな。天の神様の言う通り、ビビます。うまい。うまっ。まあ、うまっ。クリア。あ、肉と合うのはクリアが合うと思います。今日も大変うまっ。